介いたします。1番、匿名、緑花しぶし神、黄色の花しぶき、かけてる色彩のジュエットです。それでは次に番外編の花火の打ち上げに移りたいと思います。今回の番外は天皇陛下より強く協賛をいただきました。皆さんそれぞれの思いや記念をメッセージと一緒にこの大晦日新春花火の尺玉に乗せて打ち上げます。
これより参加者からの打ち上げが始まります。合図花火を打ち上げますので、参加者にご注目ください。初めに愛知県名古屋市在住の慶応さんよりいただきました。花火に込めた令和5年の平安の生活を願っての協賛です。説明、皆様と平安無事に過ごせますように願いを込めて、どうぞ。続きまして、神奈川県在住の花火幼稚園八重新組園児一同様から協賛をいただきました。ご友人の結婚をお祝いし、勝ち玉を協賛いただきました。平田雄大さん、皆さん、結婚おめでとう。この勝ち玉のように光り輝く未来をお二人で築き上げてください。曲名、二人の結婚を祝って祝福をめでたえば。続いては、勝ち玉が打ち上がる正面に見える南アルプスの水の恵みから電気を生み出す自然と協調した事業を展開する駒川市の山浦さんが、地元の花火のためにと心よく協賛していただきました。ありがとうございます。説明、水の恵みを未来へ、当時安全祈願の花。続いては、競泳会会員の一人に孫が誕生しました。おじいちゃんとしては黙っていられない。お孫さんの健やかな成長を願い、祝福を披露します。PN 様ご協賛による、翌名、祝、家族誕生、孫たちの成長を願って、どうぞ。続きまして、第1回目から尺玉をご提供いただき、ここまで支えてくださったアルプス演歌さん、秘蔵の一発をご披露いただきます。曲名、七つの発展の花。アルプス演歌工業様、ご協賛です。番外編の締めは、トッキー様から協賛をいただきました。旅立たれたご家族への思いを乗せ、客玉同時2発打ちをご覧ください。説明、感謝を込めて、どうぞ。
七久保大晦日長春花火ですが、いよいよフィナーレを迎えることになりました。これでは、コスモの所属発電所建設工事様、そして夜限り出水口園庭改修工事様からのご共感をいただいております。それでは、3カ所同時一斉打ちの打ち上げフィナーレとなります。